ジョン・ドロンド、ジョン・ドロンドは、イギリスの工学者である。ユグノー・京都の亡命者で、ロンドンのスピタルフィールドできぬ織物業者の息子に、生まれた。父の商売を継ぐが、仕事の傍ら古典や数学、物理、天文学を学んだ。1752年に、織物業を辞め、息子リーター・ドロンドが2年前に始めた、工学機器の製造業に加わった。評判は、 急速に高まり、1761年には、王室御用達のメガネ市に指定された。ドロンドの鉱石は2種類の波長と屈折率の関係が異なるガラスで作られたレンズを組み合わせることによって色収差を減らしたレンズを製作したことである。1747年に、レオンハルト・オイラーが、ガラスと水のレンズの組み合わせによって色収差を減らす可能性を示唆し、 クリンゲンシェルナが色消しレンズの理論を作っていた。ドロンドは1747年の初めにはガラスと水の組み合わせで色収差の低減に成功し、その数ヶ月後には2種類の性質の異なるレンズを組み合わせによって色収差を減らしたレンズを制作した。1748年にそれらの実験の結果を発表し、1758年にその功績により、 コプリメダルを受賞し、その3年後に王立協会の会員に選出された、有名なイギリスの工学メーカードランドエイチソンの創立者である。ありがとうございます。